よろぶん、あんにょんはせよ。76回目の例文で覚えようです。今日も日常でよく使うフレーズを例文の中に入れています。ぜひ覚えてくださいね。今回この動画では、何何していて、している途中でという時の表現を覚えることができます。早速例文を見てみましょう。道を歩いていて、偶然学生時代の友人に会いました。 皆さんなら、韓国語でどのように言いますか今回の例文です。길을가다가우연히학창시절친구를만났어요。詳しい内容を見ていきます。 少し例文が長いので、前半と後半に分けていきますね。まず、偶然。この部分ですが、偶然にという意味ですね。うよんは偶然の漢字語です。うよなだで偶然だという意味です。このうよなだのハをひに変えることで、副詞の形にしています。そして、このタがが今回のポイントですね。道を歩いていて、 というのは、まあ、要するに、道を歩いている途中でということですね。ですので、着るかだがとしています。このタガを含む形はいくつかあります。どれも形が似通っていて、タガってよく出てくるけど、使い方がちょっとわからないなと思う方もいらっしゃるかもしれません。えまずは、基本的な使い方をここでマスターしましょう。 形はとっても簡単で、かだがというふうに、今回でしたらかだの五感にタガをつけただけですね。このように五感プラスたがで、何々していて、している途中で、何々仕掛けてというふうに訳すことが多いです。これで状況の中断や状況の変化を表すことができます。えでは早速五感にたがをつけて、この二つの例文を作ってみましょう。 余裕のある方はここで動画を止めてぜひノートに書いてみてください。どうぞ。では確認しましょう。映画を見ていて寝てしまいました。4話 를, 를보다가잠이들었어요。寝ている時におかしな夢を見ました。잠을자다가이상한꿈을꾸었어요。 るだが異常このように表現しますね。皆さんもぜひ例文を作って練習してみてください。では、例文の後半を見ていきましょう。まず、学生時代。これは学生を白線、時代をそのまま死でとして書くこともできますが、韓国語でよく使うのはこの表現です。白ちゃん死鳥ですね。白ちゃん死鳥はそれぞれ漢字語でこのように書きます。 では、えチ白ちゃんョ절を使って、この例文を一つ作ってみましょう。学生の頃、数学が苦手でした。韓国語では、白ちゃん시절へ、수학을、잘、持、弥っ、さよ。白ちゃん절へ、수학을、잘、못했っ、요。よ。えー、友達にの部分ですが、ここは、チングルですね。助詞を間違えないように気をつけましょう。解説はここまでです。

今度は日本語が聞こえてきたら素早く韓国語で言ってみてください。道を歩いていて偶然学生時代の友人に会いました。はい、お疲れ様でした。今回はタガの使い方を練習しました。そして学生の頃学生時代と韓国語で言うときの表現も覚えましたね。 え皆さんも道を歩いていて何かに出会ったり何かに遭遇した時にぜひ着る方がこの表現を使ってみてくださいね。from 다음会い에서만나요。あニョょいげせ